心室中隔欠損症という病名なんですけれども、詳しく調べると心房にも穴があって両方に穴が開いているという状態なんですね。うちの息子はそういう形成異常があったというそういう可能性というものは決して否定するべきものではなくてですね、ただ琴の東電福島の事故だけが原因というではないにしても、でタイミング的にはまあ、非常に残念ながらそういう異常が起きても、うん、起きてもというより起こりうる機会に一致してるわけです、まあ、放射性物質がこう飛んだ時に心臓に一番影響ある出る可能性があるのはセシウムだと思うんですが、ほとんどは原因が分からない。でもほとんどの妊婦さんはあの時なんかちょっと無理したのが原因なんじゃないかとかね、うんウクライナではそれはないと、うんうん、ないというか自然発生率以上のものではないと、はい、でこのことがその放射能の影響なのかどうかということは誰にも確定できないということが非常にもどかしい